恋したいな。ママも二十歳でモモを産んでるし、だからモモもなるべく若いうちにって思ってたわけ。でもそのためにはまず旦那様が必要じゃん。ほんで旦那様ゲットするためにはまず彼氏じゃん。やったー、クエストクリアー。もしかして今誰も話聞いてないよね。え、ごめん。あかねさ、せっかくの暇な午後に家出中学生と寝とげ三昧って大丈夫なのそれ。家出じゃないよ。つまらないならあなたが帰ったらどうですか。だいたい用もないのに来たくせに。お黙り、なめんなよ小娘。